Good morning, this is Del of Nipino.com. Today is March 10. It's a Sunday. So I'm going to interview the author of the book, Philippine Pub Jo no Shakai Gaku, The Sociology of Filipino Pub Girls, from which the movie Be My Guest, Be My Baby was based on. もともとフィリピンが好きだったので、はい。アナログとかはちょっとは覚えましたね。まあ、フィリピン人として本当にそれもありがとう。あとは、なんかそのフィリピン人の人に対しても、なんか僕はリスペクトしたいし、逆に言ったらフィリピンの人も日本に住んだ人だったら、頑張って日本語勉強しようね、みたいな。お互い様だよね、みたいな感じを、そうですよね。そういうメッセージを、はい。常に伝えたいなと思ってて。そうですね、お互い頑張りましょうっていう。そうそう。だから、今、うちの奥さんにも言ってたけど、もう日本で住んでるんだから、やっぱり日本語を勉強して、ちゃんと日本でやっていくように、自分が頑張らないと、誰も助けてくれないよって話をしてて、そうですね、やっぱり、まあ、仕事で来て、はい、まあ、暮らすためにいたんだから、うんうん、まあ、日本語も勉強しなきゃいけないなということもですね。なんかね、あれじゃないですか、できなくても頑張ってれば、なんか誰か助けてくれるじゃないですか、頑張れば。そうですね、そうですね。でも、なんか私、できないって頑張らなかったら、誰も助けてくれないかなっていうのは。まあ、もちろん、まあ、人間として基本的に日本人は優しいだから、どこで困ってると見えるんであれば、ああ何かあったんだなっていう。確かにね、そうですね。日本の社会はそんなもんですね。はい、いや嬉しいです。はい、ありがとうございます。今日のスケジュールはどうですか。今日まあ大阪、はい、セブンティアターです。そうそうそう、セブンティアターで1時から挨拶して、で、こっちの大阪でフィリピンパブやってるオーナーの人がちょっと会いたいって話だったので、まあ会いに行こうかなーって。はい。いいですね。だからその映画が、なんか逆にそのフィリピンパブのこと、まあなんかちょっと皆さんどういうふうな思うのかなと思ってたんですけど、まあ割とフィリピンパブのオーナーの人とかも、あ、すごいいい映画だよとか言ってくれたりするので、そうですね、うん、それがすごい嬉しいですね。僕はいろんな、確かにいろんな人たちに、特にね、フィリピンパブとかやってる関わってる人が良かったよって言ってくれるとか、一番僕は嬉しいかなと思います。まあ確かにそんなテーマで、みんな分かりや、まあ、とか、リレーすることができるから、そうそうそう、まあ、で意外にこのフィリピンパブってテーマって難しいテーマじゃないですか。すごい。そうですね。なんか、古札なテーマなんですね。いや、なんていうんですか、だって例えば、そのフィリピンパブの人をすごいバカにするようにも作りやすいし、なんか、フィリピンパブのオーナーの人たちがみんな悪い人みたいな風にも作りやすいじゃないですか。なんか、そうですね。それが、そういうのがあんまりないのが良かったなって思ってます。まあ、特に今の、まあ、ベテランというか、もう日本の暮らし方がもう慣れた人々が、はい、確かにその自分の経験が確かにあって、はい、この英語を見たら、はい、まあ、あ、私もそうだったっていう、あ、そう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 こともあると思いますね。そう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 、それで言われますよ、みんな。もうなんです、日本に30年とか住んでるフィリピン人の人とかは、本当に、はい、私のストーリーと同じじゃんとか、懐かしいとか言ってくれたりとかするし、ね、懐かしいって言うのも、そうですね。いや、だから、なんかこれ最後の質問にあると思うんですけど、その Be My Guest, Be My Baby を体験して、はい、なんか日本とかいろんな外国でどう、そうそうそう、どうなることをっていうのは、やっぱりその、はい、もう日本に来てるフィリピン人の人、長く住んでる人って、はい、もう本当のフィリピン人じゃないじゃないですか。はい、っていう言い方、なんかすごい失礼な言い方かもしれないですけど、わかります、わかります。わかります。はいはい、
日本人の日本人とフィリピン人のミックスみたいになってるじゃないですか。慣れてるから、そうそう、そのね、日本人っぽくな考え方になってるっていう。そうそうそう。で、映画作る時とかもそうだったんですけど、そのフィリピンパブとかフィリピン人の話だから。フィリピンに住んでる人とかに話を聞けば分かるって思ってるスタッフの人多かったんですよ。だけど僕は全然違いますよっていう話はしてたんですよ。やっぱりその日本で長く住んでる、特にフィリピンパブとかで働いてる人の話って日本人の方が知ってると思います、ね、要はするにフィリピン人の人はフィリピンの人はフィリピンにいるフィリピンの人は全然知らない話だと思いますよ。知らないですね。そうです。でフィリピンに住んでるフィリピン人の方がそういうもっとイメージで見てる気はするんですよね、はい、例えばジャパユキさんとか、はいはい、そうです、うん、だから逆に言うと日本よりも僕はフィリピンでこの映画を見てほしいと思ってます。でまあそれも、うん、それもいいですね。でそれは何でかっていうとやっぱり日本で30年とか生きてきてるフィリピンの人たちってたくさんいるわけじゃないですか、うん、そういう人たちがどういう風どういう思いで日本に来てどうやってフィリピンの家族にお金を送ってたとか、うんうん、でどうやってその日本人の旦那さんと知り合って結婚してたかとか、なんかそういったことをフィリピンの人たちにはなんか伝えたいなって思ってます。そうですね。まあありがたいです。やっぱまあ、僕もそのやっぱユキのことを知った時にやっぱりそれしか分かるんじゃないですか。言葉でどういう、はい、まあ働いてて、うん、まあ立派な給料もらってそれしか分かってないですね。そう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 。で、うん、その後ろの苦しさとか悲しさは分かりま、分からないですね。分からないですね。で、そのさっき言われたようにそのねフィリピン人だからどこのお店で働いてるって聞かれたとかって言ってたじゃないですか。でやっぱりそういったことをその実際にあったのがそのフィリピン人の人で日本の大学の先生とかに話をそういう例えば僕が本を出す前にこういうイミデーションの結婚で来てる人たちの話を調べて書こうと思ってますって言ったら、はい、なんかそういう人たちが私はすごい嫌いだとかフィリピン人そのなんかやっぱりその夜の水商売っていうイメージが日本には多いから そういうイメージが嫌いだとかっていう人すごいいたんですよ、まあ、要するにいわゆるエリートみたいな人たちは。だけどやっぱりタブみたいな感じですか。そういう感じはしたんですよ。だけどやっぱりフィリピンパブっていうところでもう頑張ってあの仕事してそこから自分の人生を日本で生きていくって決めた人たちがいっぱいいるわけじゃないですか。はいはいはい、はい、だからそういう人たちに対してのなんかリスペクトみたいな感じでフィリピンでこの映画を絶対やりたいなと僕は思ってます。でそのこの映画もぜひフィリピンでも、どの言葉だっけ、ショーウィンしてもらいたいですね。そうですね。いや絶対したいんですよ。だからこれ その計画ってありますか。まあ、あるとは思うんですけど、僕も結局なんていうんですか、原作者ってオリジナルライターなんであんまりそういったところは分かんなくて、それこそ監督とかプロデューサーとか、プロデューサーが一番知ってるんですけど、まあ、監督もちょっと知ってるのかなぐらい、うん、あフィリピンの方で、フィリピンの方でも、でも監督も絶対やりたいとは言って。そうですね。それもまあぜひぜひもしチャンスあったら知ってください。ありがとうございます。行ってみます。ありがとうございます。本当にありがとうございます、はい、いやこちらこそ。やっぱり僕も、はい、もしそのチャンスがあったらまあ、みんなと会いたいなと思ってますので、ぜひぜひぜひ会いましょう。なんかそう会いましょう。それでその上映会するときに、なんか僕たちも何だったかな、なんかそういう来るんですか。あの今のインタビューは今実はビデオで撮ってるんですけど、はいはい、それを演説して出してもよろしいですか。うん、あ、いいですよ。よろしいですか。いいですよ。ただ僕ずっとこれで歩いてるからですけど、大丈夫ですよ。まあ、はい、あのフィリピンスタイルでこんなあのなんていうの、あのは、あ、
言葉忘れてました。すみません。いえいえ、全然。これでもう良ければ、はい、全然出してください。はい。ありがとうございます。また何かあれば、いろいろとちょっと、はい、連絡と、はい、わかります。今日の時間、本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。忙しい中で。いえ、全然です。大丈夫です。ぜひ、新潟に、はい、上位会で、ぜひぜひ、会いましょう。お願いします。で、また、今日あれ、はい。はい、映画をフィリピンまで持ってくるのも、もちろんもちろん僕も力を貸してください。はい、はい、フィリピンも、はい、まあどこでもどこでもじゃあ一回してください。わ、はい、かりました。ありがとうございます。今日も頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、また新潟で会いましょう。あ、新潟で会いましょう。はい、ありがとうございます。So that was Mr. Nakashima, the author of the book The Sociology of Filipina Pub Girls, from which the movie Be My Guest, Be My Baby was based on. It was a fun conversation with him, and I hope you support this movie. This is for us, para sa atin to. For sure, maraming makaka-relate sa movie ito. And thank you very much for your time watching this video. I hope to see you again. This is Del of Filipina.com. Thank you very much.